19歳大学生です。日本はデフレであるにもかかわらず、インフレの欧米に憧れて、増税や民営化など、自由主義的なインフレ対策を30年間続けてきたせいで、今の不況が続いていると知りました。本来すべきことはその真逆で、ニュールディール政策のように、減税や国営化など、大きな政府の実施ではないでしょうか。僕は減税は賛成ですけど、あの大きな政府をやると、より悪くなると思いますよ。 あ,のまあ、あんまりその同揺しない人が多いんですけどあの日本って生産性めっちゃ低いんですよねでなんで生産性低いかっていうとあの無能なな人をクビにしいいから生産性低いんですよ、ね、その、えーとまあ、前にも言ったことあると思うんですけどそのあの人間の手でいろいろやろうとしちゃってるせいであの機械化が進まないんですよね。 例えばその、あの、介護とかで、じゃああの、うんこした後のうんこを拭くおじさんみたいな人が一応介護でいるんですけど、それウォシュレットでやればいいじゃん、みたいな話で、っていう感じで、そのいろんなものをロボット化していくと、人を使わなくてよくなりますと。で、そのロボットっていうのが日本以外でも売れるようになりますよっていうので、どんどん機械化すべきだと思うんですよね、介護に関しては。 でもその介護っていうのに、じゃあその機械化しようと思っても人間安いじゃんっていう、まあそもそも介護の人給料安くて働いてくれるっていうのがあって、で最近その給料安い介護で働く人がいないので、じゃあ外国人入れようぜとか言ってなんかインドネシア人とかベトナム人とか呼んで,で、その人たちに介護やらせようみたいなことをやってたりするんですよね。っていうのがあって、その要はあの、機械で発展するというのを諦めた国なんですよ。あの、 イギリスの産業革命っていうのをあの聞いたことある人いると思うんですけど、で、その当時って、まあ、イギリスもそれなりに産業革命っていうので発展したんですけど、中国も大きな国だったんですよ。で、イギリスで産業革命っていうのができて、その機械でいろんなものを作りますよってなって、その機械で作った製品を世界中で売ってる頃に、中国は人件費安いから、うちの国はその安い人件費で一生懸命布を作ると。 で、その布とかを作ってるけど、イギリスはその機械でバッカンバッカ布を作ってると、結果として負けるんですよ。で、中国ってそのイギリスになんか土地取られて、なんかじゃあ香港はイギリスの土地なーとか言われちゃって、じゃあ99年間イギリスに香港を取られるみたいなことになっちゃったんですよね。っていうのがあるので、その機械対人力っていうのが戦った時って、長期的には必ず機械側が勝つんですよ。 っていうのって、あの、大体もう、あの、歴史を見てれば明らかで、あの、歴史の授業を受けた方であれば同じ結論になるんですけど、残念ながら頭の悪い方々が日本に多いみたいで、あの、機械化するのではなく、安い人件費で何とかしのごうっていうのをやってらっしゃるんですよね。で、なので、あの、バカが上の方にいるので変わんねえんじゃねえかなと思ってます。はい。ということで、なので、その、国営化で大きな政府みたいなことをやろうとすると、多分、あの、より人件費の安い人を雇おうみたいなことになっちゃうんですよね。 あの今日たまたまアベプラであの、えっと、佐々木俊直さんとあの円安政策がどうこうって話になったんですけどあの要は円安にした方が日本にとって良いよねっていう要はお金バンバン吸っちゃってでお金バンバンすることで円安にした方が日本は良くなるよねっていう話をしたんですよね。 で、あの、ある一面は正しいんですけど、その、海外、今、その、じゃあなんで日本が、あの、バンバンお金配って大丈夫なのか。で、アメリカが、その、なんか、一人当たり、あの、15万円とか配ったり、えっと、あと、3回配ってるから、総額50万円しか配ってるのか、40何万円かなっていうのをバンバン配って大丈夫なのかっていうと、コロナ禍で、世界中の先進国がお金をバンバン配り合ってるので、結果として、日本もいっぱい配ったとしても、通貨安にならないということがあるんですよ。 でも他の国が配るのをやめた状態で日本がバンバン配った場合って日本が通貨安になるんですよ。で、そのじゃあ1ドル100円が1ドル110円になりました。で、あの、それを良い円安って昔呼んでいて、ま、なぜかというと10%通貨が安くなるってことは、そのアメリカ人がトヨタの車を買うときに10%安くなってるんですよ。 なので、トヨタの車欲しいと思ったら、なんかあの、円安になった結果、おなんか10%割引お得じゃん。じゃあトヨタの車買うわっていうので、結果トヨタの車売れるってなるんですけど、で、ただ、その、ドルで換算した場合は、円は安くなってるんですよね。なので、じゃあ例えばエンジニアですっていう人が、もともとじゃあ日本で年収1000万円もらえましたっていう人が、じゃあ通貨が10%安くなると、アメリカの会社で雇われてドルでもらった時に、年収1100万円になるってことなんですよ。 いや、全く同じ仕事をしてて、もともと日本の会社で働いても1000万。で、アメリカで働いたとしても、じゃあ10万ドルで、まあ、あの、換算すると1000万円ですっていう状態で、別に日本でもアメリカでどっちで働いてもいいやっていう人が、全く同じ仕事をしてるんだけど、円安になると、アメリカで働くと給料10%増えたことになるんですよ。 で、そうすると、あ、じゃあアメリカで働いた方がいいじゃんってことなんですよね。で、あの、2003、4年ぐらいから、割とその日本のエンジニアが、そのカリフォルニアで働いた方がいいよねとか、カリフォルニアで起用した方がいいよねっていうので、結構優秀な日本人のエンジニアがアメリカで行って、アメリカの給料をもらうっていうのが増えてたりするんですよね。あの、まあ、わかりやすい例でいくと、 あの、ナイアンティックっていうグーグルの子会社があって、で、あの、ポケモン GO っていうのを皆さんご存知だと思うんですけど、あの、地図データを使ったゲームで、で、その前にあの、あの、インランとかっていうあの、緑と青が戦うやつ、<laughs> まあ、あの、地図を使ったゲームがあって、イングレスだっていうのがあって、で、そこでやってたナイアンティックっていうところの副社長が日本人の川島さんって一緒なんですよ。で、川島さんは元々デザイナーで、で、あの、アメリカのグーグルに入って、 っていうのがあって、で、結果として、その、あの、イングレスとか作って、ポケモン GO とかやって、で、アメリカの社長になって、ま、結構優秀な人なんですけど、ま、日本に帰ってきてるけど、やっぱりアメリカにもとんどんかな、今度っていう感じで、その、アメリカの給料もらうよね、っていうので、あの、ま、ハリー・ポッターもやってますね。あの、ハリー・ポッターオンラインみたいなやつが忘ちゃった。っていうので、あの、優秀な人が、日本で給料もらえるより、アメリカでドルでもらった方がいいよね、っていう。で、アメリカでドルでもらって、じゃあ、アメリカのそのドルでなんか適当にじゃあ投資しとくと、バカバカ増えていくんですよ。 あの、いや日本人で、じゃあ今投資してます、デイトレーダーですって人いっぱいいると思うんですけど、じゃあデイトレーダーとか株買ってる人で、アメリカの企業の株買ったことないですっていう人って、ほぼいないと思うんですよね。だからその、投資って何かっていうと、その会社に金をぶち込むってことなんですよ。なので、その投資場の株を買った人って、東芝例えば投資場の株を1000万円買いましたって人って、投資場に1000万円ぶち込むってことなんですよ。 で、じゃあ、日本のそのデイトレーダーとか株取引やってますっていう人とか、じゃあ僕あのインデックスファンドアメリカの買えばいいんじゃないとか言ってるんですけど、その人たちが突っ込んでる金って、アメリカにガンガン金がいってるんですよ。で、結果としてその、 来たお金をアメリカの企業っていうのは、じゃあ設備投資とか使って、どんどん売り上げてって、で、給料も上がるし、で、利益も増えるし、で、株主に還元してますってなるので、結果としてやっぱアメリカの株買った方が良かったよねってなって、みんなアメリカの株を世界中の人が買いますみたいな、ヨーロッパの株も売れてますけど、っていう感じで、その、日本に投資をすると意味ないよねっていう状態になっちゃうんですよ。で、それがなぜかっていうと、最初に言ったその円安で円の価値が下がるということは、日本にあるすべてのものの価値が下がるってことなんですよ。 なので、例えばじゃあ、1億円の価値がある不動産を持ってましたっていう人でも、10%円安になると、それって、あの、ドル換算すると、まあ、9000万円分の価値と一緒なんですよ。なので、その、円安いいよねって言ってる人って、実、その10%円安になるってことは、日本中の資産が10%安くなるし、日本人の給料も10%安くなったってことなんですよ。 なのであの、まあ、エンジニアを雇おうとすると僕最近日本人を雇いますっていうのがどっかのインタビューで言ったと思うんですけどそのアメリカ人のエンジニアを雇うより日本人のエンジニアを雇った方が安いんですよね。 で、今日はあの、カドカーの社長の夏野さんが、あの、アベプランでしたんですけど、その、ま、中国のあの、テンセントっていう会社とカドカーがあの、資本提携しますって話なんですけど、で、じゃああの、中国人使ったら、いろいろビジネス伸びるんですかみたいな話を模擬事件長さんがしたんですけど、あの、中国人の優秀な人の方が日本人より給料高いんで、あの、中国と資本提携したとしても、別に中国人側を使うっていうこともなく、日本でやるんじゃないですかみたいなこと言ってて、もう本当にそういう状態なんですよね。 あの、優秀な人って、あの、日本以外で働くと給料高いんですよ。であの、えっ、ー、と、台湾の本川だっけどこだっけなんか、千葉かなんかに事業所を作って、日本人の新卒のエンジニア募集しますっていうので、初任給で500万みたいな、月給50万みたいに言ってて、 NTT とか入ろうとするとなんだかんだ言って初任給でも400万みたいになるのでじゃあ NTT よりも中国の会社の方がいいよねみたいな感じになってゃっててその優秀な人ほど外国の会社に行った方がいいよねっていうことになっちゃうんですよ円安が続いていくとでもそれがわからない人が円安がいいよねって言っちゃうんですよねあれ何の話したんだっけ <laughs> まあというわけであの実は円安良くないよねっていう話なんですけどはい で、日本政府も無能なので、その大きな政府っていう形で、日本政府にお金を渡すと、ろくでもないことに使ってしまうっていうのがあるので、僕は日本は大きな政府は反対だったりします。なぜなら上が無能だから。えー、先ほど大きな政府の質問をした19歳が不正です。そうすれば無能が増えて、さらに生産性が落ちるとおっしゃってましたが、その状況になれば企業間の競争がさらに低下し、供給率がさらるので、結果的にデフレ対策になるのではないでしょうか。 ええと、別にあの価格が上がる理由にはならないですね。あの結局その今の日本ってあの大体の商品海外から輸入してるんですよね。あの ダイソーとか、ま、100円ショップとか見ていただければわかると思うんですけど、じゃあそういうところで日本人買ってる商品って、日本国外の企業で売ってるものを買ってるので、結果として別にあの安いものを買い続ける。なぜなら日本人にお金がないから。で、日本人にお金がないから、海外の安いものを買うっていうのがずっと続いて、インフレにならずに海外の安いものを買うっていうのをずっと続けて、で、日本国内の会社の売り上げが下がって、日本人の給料が下がるっていうので、ずっとデフレで不況っていうスタグフレーションっていう状態が続くんじゃないかなと思います。 ええー、そして、これまで通り、社会保障のさらなる充実を続けて、大幅な減税で財政支出を増やせば、個人の所得が上がり、上がらないですね。はい。ええー、需要率が高まってきます、ね。が上がらないと需要率高まりませんね。お金ないのではい、えー。減税に加え、国営化や競争抑制などの保護主義は、今の日本にはメリットだと思います。えっと、あの保護主義自体はメリットだと思いますけど、その国営化によって生産性がより下がるので。 あの、民間でやってもまだマシン。例えばその、シャープっていう会社が、あの、赤字出して潰れたんですけど、あの、本、えっ、ー、と、台湾の会社が買って利益上がる体制に持ってったんですよね。なので、ああいう形で優秀な経営者が経営すると、あの、ダメな会社がうまく利益を出す状態になるっていうのは、まあ、日産っていう会社であの、2兆円借金があるところを、あの、カルロス・ゴーンさんっていう人が利益出す会社に持ってったみたいなんですけど、国営化すると、ダメな会社がダメなままで終わります。 なので、あの、固形化するとうまくいくというのは誤りだと思います。もしそれでうまくいくんだったら、ルピーダメモリーとかうまくいってんじゃないですか。